スキミバーガーアレンジ対決。さあ、スキミバーガーですよ。いや、分かってるんですよ。マクドナルドの、まあ、スキミバーガーが今販売され始めましたね。もうそうなんです、はい。まあ、この大人気の期間限定メニュー、はい、スキミバーガーを、はい、ちょっとアレンジして、はい、新しい月見バーガー、うん、より美味しい月見バーガーを作ろうという企画でございます、うんうん。で、なんでこの2人が呼ばれたかと言いますと、はい、どちらも過去にマクドナルドでアルバイトの経験があるということ、はい、そうなんですよね。働いてたことあるんですけど。そうなんですよ。え、一個その確認なんですけど、その働いてはいましたけど朝マックスよ。僕も朝マック。そうなんですよね。そうなんですよ。月見バーガーを触ったことない。そうなんですよ。全然一緒っすよ、僕ら。みんなと一緒っすよ。今画面の向こうの人の知識と、はい、俺らの知識一緒。一緒っすよ、ほんまに。そう、俺らがだって主にやってたんで、うん、搬入作業。搬入作業知らないでしょ。え、はじりさんはその何時から何時やったんですか。俺は、はい、週1、うん、朝の6時から8時。全然やん。お前は？いや、僕週3で5時から7時です、うん、早いね早いね。2時間だけ。いや、これがマクドのすごいところで、1時間からでもマクド入れるんですよ。そう、週1からでも1分単位で入れるんです。1分単位でね、給料がついてるんで、マクド。俺らは、はい、その朝運ばれてきた、うん、この、まあ、マグロ商品を、はいはい、まあ、冷凍庫と冷蔵庫に搬入して、うん、そう、で、余った時間で、ハンバーガー触らせてもらえる。そうそう、多分だから、なんやろな、スシローとかくら寿司で軍艦しか触らせてもらってないみたいな感じですそう、握ってはないみたいな。軍艦ももうコーンとか。そうっすね、ほんま、ね、その、なんやろ、もうその搬入と掃除するんですよね、うん、掃除してました。掃除もしてた。床磨いてたよ。あ、床ね。ああ、え、グリルダウンとかしてました。グリルダウン、え、もしかして俺の方が上ちゃうグリルダウン。いや、あのだからその5時に、そうか、6時やからか。お前そうだ6時やから。いや、5時に出勤したら、その夜中のオールで働いてる人とのバトンタッチなんですよ、5時が。なるほどな。5時はもうほんまに切り替えのタイミングなんですよ。あ、深夜タイプね、はいはいはい。だから切り替わったタイミングでバトンタッチするじゃないですか。バトンタッチしてから、みんなが焼き終わってたその鉄板があるんですよね、はいはいはい、その鉄板を掃除しないといけないです。それがグリルダウンです。なるほど。もう外して、もうここぐらいまで長い手袋をして、こう外して、で洗剤とかぶっかけてやるんですけど、まあこれが難しかった。僕がやったことない。え、やったことないんですか。そう、やったことない。全然俺の方が上やん。だいぶ上っすよ。じゃあそれやったことないですか、グリルダウン。全然上じゃない。朝マック界でも多分底辺っすよ、じゃあ、一番。だってそれがまずやれるのかどうかっすよ。俺の働いたとこめちゃくちゃ駅前やね。駅前か。俺駅前やね、はい、お前搬入でさ、パンパンの台車3台来たことある、はい、いや、あるて。ありますよ。いやけど、パン3台か。山積みやで。20キロのポテト8箱とか。いやー、けどドライブスルーないでしょ。ない。ドライブスルーあったから。えぐ、お前。ドライブスルーしながら搬入してたから。えぐいやん。ずらーやって。で、グリルダウンもしながらここで受けて。山陰駅前やからさ。山陰ってか、まあ、こんなん店名言うてん。ええよ。店名言うてへんですか。通勤通学のもうラッシュよ。あー、山陰店っていうか、山陰店な。俺、山陰駅前店。ね、え、マジで俺の友達働いてたんですけど。え、そうや。え、名前ちょっと伏せていいですか、じゃあここ。いなかったですか。いやー、わからんなぁ。え、一緒に働いてたからな。いや、マジで働いてる可能性あるじゃないですか。あの、ほんまにむっちゃ太ってて、太ってて動けるデブなんですけど、バスケめっちゃうまいんですよ。知らん。山陰店はけどだいぶやわ、行ってましたよ僕。なんなら、いや確かに。あ、そんな2人が。はい、どんな2人やんそんな月見バーガーを、はい、触ったことも作ったこともない、こんな2人が。最弱の2人。ちょっとアレンジレシピ考えてきましたんで。
いや、そうなんですよね。アレンジレシピを考えてきたということで、ちょっと対決しましょう。僕はちょっと今回これを、うん、カレー粉と、はあ、マカロニサラダで。うまそうやな。これなんでなんですか。それになんでしたんですか。これもいろいろ考えて、はい、家で試食とかして、はいはい、何回か試行回数をちゃんとやって、うん、でポテトサラダにしようかなと思ってんけど、うん、ポテトサラダにしようと思って、うん、あのサラダ3種盛りみたいなやつを買って、はい、全部試してみて、うん、まあ、意外とマカロニやって、うーん、これなんや。意外とこう四角。いや、僕はもうこれです。なんなんそれ。ガスト天閣です。なんなんこれ。最高。いや、それナス田楽や。ナス田楽です。それ自体は美味しいよ。はい、めちゃくちゃうまいですから、ナス田楽。これチキンバーガーに挟むの。いや、やっぱりこの時期その冷蔵庫を開けた時に何が残ってるっつったら、やっぱ田楽味噌が残ってるんですよ。残ってないよ。やっぱ田楽味噌って使い切れないんですよ、やっぱり。秋ナスやろお前。いや、ナスはめっちゃ、僕ナスはほんま好きなんですよ。で、月見やしな。そう、月丸や。丸で、もうサイズ感もバッチシなんですよ。これはスタッフさんが切ってくれました、ありがとうございますね。で、あとはもうこの田楽味噌を乗っけることによってハーモニーが素晴らしくなるそうはずです。はずなるはずです。オッケー、作ってみよう。作ってみましょう。ソースね。ソース固まってるから。これがむずいんですよ、マジで。これむずいね、このソースがあるから。せやねんな、このトマトクリーミーソース、これうまいんですよ。これがめちゃくちゃうまいんやけど、トマトクリーミーソースがな、むずいね。逆にみたいな。てか僕一瞬カレー粉考えましたけど、うん、そのカレーしすぎません？大丈夫ですか？うわ、めっちゃええ匂い。すごいやん、めっちゃカレーやん。めっちゃええ匂い。意外といっぱい入れてええのよ、やっぱり。うわ、なんか負けたくなくなってきた、マジで。なんで？いや、なんか急激に、うわ、なんかめっちゃうまそうやわ。その、今、その万劇かけるチャレンジバトルしてて、やってる。外の世界めっちゃひりついてますわ。そのこれやってる場合じゃないっすよ、今。あ、それぐらいこの対決もひりつかしてるわ。だいぶひりついてます。もう温度感すごい、外の世界と今のここの部屋だけ。負けた方は、はい、アップトゥーに落ちます。すげえやん。この対決すげえ、はい、俺多分殴っちゃうかも。手とか出ますよ、マジで。何としてでも、はい、何としてでも勝ちたいから。乗せます。ちょっと待って、うわぁ、これできてんのか、一回ちょっと確認するよ。うわ、火通ってるかな、ちゃんと。確かに火通ってなかったら美味しくない。これね、火通ってない説とかもあるからな。うん、確かに。ちょっといただきます。はい、火通ってる。何の時間だ。さ、今サバタがナス食う時間。今いらん、火が通ってることが分かりました。これマジで、どこに挟んでどう楽しませたんねんっていう。確かに。多分マクドもやっぱどこにそのソース的なものを入れるかってめっちゃ考えてると思うんですわ。そうやねんな、確かに。やっぱ味変わるんですよ、マジで。そのやっぱ噛んだ時にな。うん。ああ、だから順番とかあんねやろな、口の中に。いや、あると思う、やっぱ一番美味しい順番でやっぱ考えられて。うわ、ありがた。誰来るんか分からんけど喜んでほしいな。まあ喜んでほしい。はい、ね、ここです。うまそう、完成しました。早っ、完成すんの。それ時間かからないですからね。確かに、まあまあな。で、このやばっ、あれうまそうや。見栄えええな、見栄えええわ、それ。いや、待ってられへんて。トントントン、何がボン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 してください。なんかスプーンでよそってパーとかしなさいよ。これもお前何をしてるんすか。そういうので料理ってお前手間かけたら手間かけるほどうまいねんから。そんなことないっすよ。しゅ、うわ、いや、これけどだいぶうまそうやな。ドーン、うまい、完成。出来上がりました。完成。それではゲストの方、この方です。あれ？うわー！マッサンやん。いらっしゃいませ、こんにちは。
マクドクルーや。マクドクルーや。今ので一発で分かりました、ね。嘘。マスミさんや。わあ、ありがとうございます。ありがとうございます。マスミはマクド。マクドナルドで6年間アルバイトしてました。すごいよ。はい。どの時間帯で？もう全時間帯で、最初の、4年ぐらいは朝から、まあ、夜までで、で最後の2年ぐらいは芸人になってから、22時から朝6時までの。すごいやん、はい、全時間帯。もしかして若手とか教育してた？はい。私ですか、はい、スターです。スターやスターや、はい、スターや。憧れの。あー、こんにちは、よかったらこれ塗り絵どうぞ。子供対応や子供対応や。渡してました。渡してた、はい、けどスターって聞くと僕は怒られるから怖いんですよ。いや怖い。えマクドのなスター怖いんですよ。いやもうやっぱ接客のね鏡としておらなあかん立場ですし。じゃあ僕からいきますか。いきましょうか。これは、はい、ナス田楽味噌つくみバーガーでございます。ナス田楽つくみバーガーでございます。なるほど。何が入ってるんでしょうか。これはナスとナスと田楽ソース。わからないですよ。まだわからないですよ。ナス田楽の情報しかないけど、わからないですか。まだよく聞いてください。ナスと田楽が入ってます。すな田楽ソースが入ってます。あ、ナスもしっかり入ってんの。ナスもしっかり入ってます。田楽ソースってちょっと食べてもらって。いいですか。ナス田楽いただきます、はい、どうぞ。どんな味なんやろこれ。これもうほんまに怖。ちゃんとした意見をお願いします。うん、ほら何も言わず二口目いったもん。これどっちなんや。確かにあるけど某番組でプレバトで一口目いって二口目も無言でいくやつ。今日撮ってるからナスがベローって出てた。うん、まあ僕の想像通りですね。うん、ちゃんとなし。なし。え、ナスじゃなくてなし。え、僕ナス入れてた。なし。なし。まずいとかではないです。はいはい。味としてはもちろん田楽味噌美味しいんですけど、うん、はいはい、月見バーガーのこのオーロラソースが美味しいんですよ。うわ、結局ね、これをそっちか殺しまくってます。うわ、はい、じゃあはじりさんの方。僕の作ったのは、はい、カレーマカロニ月見バーガーです、うん、おー、カレーマカロニ、うん、マカロニサラダに、はい、ちょっと SB の赤缶のカレー粉をまぶしまして、うん、挟ましていただきました、はい、なるほど。いただきます、うん、どうぞ。どう、だいぶマカロニ入ってますよ。結構いっぱい入れました。カレー粉もだいぶ入れてましたもんね。はじりさんがカレー粉をまぶす待ち時間ありましたもん。お、だいぶ、お、あれ一口ね。ちょっとじゃあ全然なしです。味はもとより、うん、食感最悪です。やったー。いや嬉しい。やっぱりね、僕はじゃあソースを殺してたけど、はいはい、月見を全部殺したっすか。月見を全部殺してるし、このハンバーガーのバンズさえも殺してます。いや何の時間やってあれ、このトントントンの時間。このこれそうでしょ。だいぶ待ったっすよ。パンの、まあ言うたらちょっとパサッとしてるというか、うん、そんなにしっとり系のパンじゃないところに、うん、マカロニの炭水化物、うん、この小麦と小麦がぶつかって入った瞬間にもそっとして、うん、すぐ水分欲しくなりました。うん、畳みかけてるね。うちのスターが止まらない。来年発売されるならなるほど、うん、まあ来年発売されるならでいいんじゃないですか。わかりました、はい。来年発売してもいいなと思う方は沢畑くんのこちらです。やったー。結局ナスの田楽はパンチが、味噌のパンチが強すぎただけで、うん、なんか嫌なところっていうのはなかったんです。なるほど。うん、うん、まあ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 もう一回食べるのとこっち。確かにね。うん、なんかもう
しんどいっすわ、こっち。いや、何がしんどいっすね。こんな、おいしいもん。ほんまに、ほんまにこの動画終わるとき、ハジーさんがトントントンってやってるし、もう一回ダイジェスト上げといてください。はい、というわけで、はい、スキンバーガーアレンジレシピ。はい。はい、皆さんもね、なんかいろいろ試してみてください、うん、いや、そうですね、うん、まあ、良い子は真似しないでねって感じです。何がいいね、美味しいのになそのまま食べましょう、うん、スキンバーガー最高、はい、肉はええよ、普通。いや待ってられへんて、トントントン、ボン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 してください、なんかスプーンでよそってパーとかしなさいよ。何をして